本当にいい経験をすることができましたし、個人としても本当にあの球場であの雰囲気で素晴らしい空気の中で野球ができたので、これをしっかりと始まるシーズンにしっかりと生かしていければいいかなと思ってます。1次ラウンド緊急事態でいきなり出るという形になって、そこから3安打4四死球選んで勝利に貢献しましたけど、そこら辺ご自身で振り返っていかがですか？そうですね、アクシデントで出場したとはいえ、自分自身の役割っていうのはしっかりと果たせたと思いますし、本当に先ほども言ったんですけど、なかなかやっぱシーズンでは味わえないような緊張感であったり、本当に自分自身も吐きそうなぐらい緊張したっていうのもあったので、初めての経験で、でもそういう経験ができたのは本当に大きいなと感じているので、それを無駄にしないように、しっかりとやっていきたいと思います。ベンチ内で大谷選手などとお話しされる場面とかもテレビで見ていてお見受けできたんですけど、そういう時は何か言葉交わされたりとか、どのような会話されてましたか？あの時はというか、スタメンで出てた時に、大谷さんの方が打席に入るので、そのピッチャーのその変化球の軌道であったり、その辺を、聞いてました。いわゆる練習、普段の練習の時とかに大谷選手とか他のプレイヤーの方と何か意見交換されたりとかってしましたか？自分自身本当に見て感じることっていうのを言う方が多かったので、あまり意見交換はせず、自分で見て、本当こういう風になってるなとか、こういうの意識してるんだなっていうのを、感じながら見てました。なんかその今おっしゃられてた自分で感じた部分、今シーズンに、今後シーズンに生かせたりする部分とかって何かあったりしますか？やっぱりバッティングに関しても、本当にティーの時点からいろいろ考えながらやってる選手が非常に多いですし、本当にそういうなんか考えながらやってる選手が非常にジャパンの中では多かったので、
まあ、その辺も少しやっぱりレベルアップするためにはいろいろ考えながらやっていかないといけないなっていうのを改めて感じたので、その辺もしっかりといろいろ考えながらやっていければいいかなと思います。あの一方であの WBC キャンプまではセカンド練習されてて、かつあの日本代表ではショートで、ちょっとボールも違うということで難しさなどあったと思いますが、そこら辺いかがですか？そうですね、まあ、あのキャンプの2週間ぐらいずっとセカンドの練習しかしてなくて、まあ、いざやっぱりショートやった時にどうしてもこう投げる方に関してちょっと遠いなっていうのを感じてましたし、ボールも違くてちょっと滑りやすいっていうのもあって、であの緊張感の中でってなった時にやっぱりなかなか思い切って腕を振れなかったというか、まあ、そういうのもあったので本当に何て言うんですかね、やっぱり難しいなと、はい、感じました。まあ、それが逆に今回あのタイガース戻ってきてセカンドになってかつ日本の球になったっていう部分はまたプラスになる部分ではあるんですかね？まあ、自分としてはもう、はい、プラスに考えていくしかないなと思ってるので、はい、プラスに考えていきます。あの最後に、まあ、今シーズンあの阪神タイガースに戻ってきて、はい、もちろんあれに向けてあの中野選手の活躍を期待しているファンの方あの多いと思うんですが、そのファンの方々に向けて一言いただいてもよろしいですか？そうですね、まあ、WBC で世界一取って、本当にいい経験もできましたし、この経験をしっかりとシーズンに生かして、ファンの皆さんと一緒に、あれに向けて、全員でやっていって、最終的に、まあ、そのビールかけであったり、まあ、そういったことを、みんなでできればいいかなと思ってます。大変なシーズンになるとは思いますけど、温かいご声援よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。全然話が変わる。三度未来に近いところオリックスの歴代バーナーガード杉本選手のスキーのこれが超特大なんですね。いいですよね。めっちゃ良かった。